出ました、ママ人がね、うん、来てくれたんですよ、うん、あそうだね、出張したね、ようやく東京でそのノリの合うママたちと出会えたっていう喜びのもと、うん、あのすごいこう行き出すんですけど、うん、これがねまたそのこっちのスタッフサイドからアイデアが出たのが、うん、ディズニーのオーディション受けませんって言われたんですよ。ディズニーみたいな。あ、俺、マジで出てるのやつですかみたいな。え、どういうことみたいなやったら、あれって、舞浜駅降りたらある、イクスペリア。ね、イクスピアリ。ピアリ。違うわ。その場所のなんかこうイベントスペースみたいなステージがあるのかな。そう、うん、そこでなんか例えばまあ吹奏楽とか、でバトンパワリングだったりチアだったり、うん、なんかそういう一般の人たちがなんかパフォーマンスできる、うん、開放してるステージがあるんですよね。そう、それがオーディションの募集をしてたんですよね。そう、うん、定期的にやってたみたいだね。知ってましたこれ。まあ今はね多分分かんないですけど、どういう状況か、当時やってて、うん、それに出やんみたいな、出やん出やんオーディション受けてみいひん、うん、っていうのが、しかもそれを、私の振り付けで、うん、ぜひママたちみんなで、うん、あのそれやりましょうみたいなのを言ってくれて、うん、もちろん旦那とも相談して、うん、いいよってことだったんで、うん、もちろん引き受けました。そっからですよ、だからオーディションのために週末日曜日とかにね、うん、集まって、うん、みんなでね、もう赤ちゃんと見るよみんな、うんうん、連れてきて練習をねスタートさせたんですよね。めっちゃ練習したね。なんかめっちゃ練習したよな。めっちゃ練習したんだよね。でも楽しかったな。楽しかったね。あれは本当に絶対みんなさ、だってね、うん、2人とか3人とか多分お子さんいらっしゃる方もいるだろうに、なんかでも楽しそうだったよね、みんな。そうだね、週一の楽しみみたいなぐらいでみんな来てくれてたよね。そうなんだよね、あれは本当に今どの、ね、出演メンバーに聞いても楽しかったって思うぐらい青春だったよね。そう、なんかまあ結果的にね、もう結果を言っちゃうとオーディションには不合格落ちてしまったんですよね、うん、落ちてしまったんですけど、まあそんだけね頑張って練習して作品もある衣装もあるっていう中で、次またアイディア出してきたのが、あのプロモーションビデオ、ママストリートのプロモーションビデオをそのディズニーのために作った作品で、うん、撮ろうよって、うん、映像に残そうよって言ってくれたんです。言った、ね、アイディアマン。どんだけ止まらないのよ。それもじゃ じゃあ参加しますって、協力しますみたいになって、で、まあ、そのねプロモーションビデオ、あのぜひ見ていただきたいので、説明した概要欄の方にあの貼っておくので、リンクをぜひ見てみてください。でママストリートも一応ね YouTube のチャンネルページがあるんですよ。だいぶ放置してるんですけど、でもその PV は見てほしいね。それも見れる YouTube チャンネルですので、あのぜひね見てみてください。そう、あれをね作って、まあ、ね作品残ってるんですけど、お振り覚えてる。そうだから練習しすぎて振り覚えちゃうんだよね。なんか嬉しいな。そう、練習した振り、振りすごい忘れるんだけど。忘れるよね。そう、忘れるよね。振りじゃなくても、あのいろいろ物とか、いろいろ忘れるよ、持ち物忘れっぽいですよ。だからすごい、今のはすごいことでしょ。びっくりした。だから喉覚えてる。それは覚えた。でもね、それぐらいね、私にとってもやっぱこの撮影で久しぶりに会うっていうのもあって見返したんですよ、うんうん、ママストのプロモーションビデオ、うん、泣けるいい思い出がたくさん詰まってるし、息子もね、うん、あの大きくなってから、うん、あの時私息子もそのプロモーションビデオで、ね、みんなのベイビーちゃんも出てるんですけど、うん、あの時まだちっちゃかったんですよ、そうだね、息子も。で今大きくなって、うん、から幼稚園になってぐらいからもう一回見返したんですよね、うん、見たら息子がそのプロモーションビデオを見て泣き出して、お母さん頑張ってくれてありがとう、めっちゃいい子じゃんよとか言って、なんて泣き出して、うん、ね、映像にやっぱ残そうよって言ってくれたのも、うん、いいことだったなと思って、うん、宝物だなこの映像はって思えるぐらい、みんな見たくなったでしょ今。った、ね、ママスターメンバー絶対見たくなってるよね。なったと思う、私も今なった、うん、そう。またね、うん、あれを撮影してくれたメンバーも、うん、あのダンスサークルメンバーでしょ。そうなのよ、あれはのりさんとゆうちゃんとまりかさんと、うんうん、かな、そうだよ、誰か言い忘れてないかな。あと心配だけど、あとあの保育担当でさ、いつも来てくれるさ保育士さんとかもいらっしゃったじゃない。そうね、そうなんだよ、いっぱい協力してくれる人がいたよね。そのね、このあさこさんの周り、うん、
りにこう集まってるママストリートのスタッフとかメンバー陣がマジでいい人なんですよ。これが素敵な人ばっかりで、うん、でしたよ ね, そうだよね。であの時の撮影スタッフは、うんうん、その時はまだ子供いなかったんだけど、あ、そうですね、うん、あ、お子供おるやん。それでそれこそゆうちゃんとかは最近生まれて、で、この間連絡くれて、あさこママストってまだやってないの、あら最近ちょっとね、お休みしてるんですけど、お仕事が忙しくて、そう、でもその連絡結構いただくんですよ。あら、みんな会いたいじゃん、もう会いたいじゃんね。だし、ね、やっぱりあの時の良さはさ、こう週に、ね、2回ぐらいディズニーの練習して平日やれたから、うんうん、結束力やばかったよね。あ、そっかそっか、まだみんな小学生とかじゃないもんね。そう、で仕事もしてなかったから、うん、そのコミュニティがすごい良かったから、うん、今も全然やるし、たまにやるんだけど、うん、やっぱなんかああいう風に、ね、日々会える、それこそママ友、心のママ友がダンス通じてできる環境がもう一回作れたらいいなってすごい思うよね。誰か引き継いでやってくれたりでもね、そんだけメンバーいたら、その時その時の動ける人でこう、うまいことねできたらいいですよね、うん、そう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 。なんかね、これ大事かもしれない、皆さん、なんかまあ私たちで言ったら、うん、ダンスが好きだっていう共通点があるママ友みたいな、うんうん、でこれがね、もしかしたら料理が好きとか、うん、まあ、映画が好き、アニメが好き、何でもいいんですけど、そういうなんかまあ旅行が好きとか、うん、なんか自分の好きなものとか趣味が合う人で、うん、ママ友とかのコミュニティがあるととっても、うん、こう気を張らず、その当時の私たちね、上品にセナみたいな、そう、ベリーのファッションセナじゃなくて、うん、なんかこう自分らしく入れるコミュニティが見つかると、ね、とっても助けになると思うんですよ ね自己肯定感みたいなね、なんか自分がお母さん同士がまず認め合ってすごく気が合うよねっていうところから子供が仲良くなるっていうのもなんか一つのね、仲良くなり方だよね。そうそうそう、やっぱ自分らしくなれる場所っていうのは結構大事ですよね、うん、大事だよね、うん、無理無理、ママらしく、そんな急にママらしくなってみてる、今できない、今もできてないほんまにね、よかった、出会って、うん、ママストに。いや、ほんと私も出会えてよかったあとあれ思い出したけど、うんうん、撮影メンバーも素晴らしかったけど、うんうん、さらにもうパパたちの協力がね、なくては私たちこの活動できてなかったからね。旦那さんすごくない？旦那さんすごいよね、みんなね。今そうだね、思い返したら、うん、そのママはダンスやっておいで、好きなことやっておいでって言ってくれてた、うんうん、あのメンツのパパもすごいのかも、うん、そうだと思う。ありがとうございます今思い出したけど、ママストって名前もまだついてない頃にこういうことやりたいって言って、うん、やりなよって言ってくれたのは旦那さんなんだよね。光るでいつもママストに行く時ってやっぱり家開けるんだけど、うんうんうん、もうママストはもう優先的に行っておいでって言うんだよね。こっちもちょっと生き生きしてるんじゃないあ、送り出す時にそういう風に好きなことやってる奥さんの方がやっぱり子供も旦那さんもみんなハッピーなんじゃないかな。みんな旦那さんね、協力的で、そう、旦那さんも出てますからね。出てますから、プロモーション見て踊ってましたからね、ちょっとね面白すぎね、旦那も出るんかいっていう、やっぱそっか、うん、そうだわ、あの時のメンツの旦那家族も素晴らしかったんだ、うん、そういうことだ、やっぱね、協力がないとママ一人じゃ何もできないね。みんなそうだね。そうだね。なんか今それを思い出して感動しちゃったな今、うん、パパも初めて子供を育っていたなんかって、うん、パパもね大変やろうに、うん、そんな中でやっぱ奥さんの好きなことを尊重してあげれるっていう器のデカさがマジで、うん、すごいわ。なんかいろんなことがいい輪になってたんですね。そうだね、そうだね、いろんなことがいい輪になってたね。これまた PV 見たらほんま泣けるんですよ、ね、見なきゃね。ありがたいですね、うん、ありがたいです。